今度あれしましょうよ、バーベキューしたいね。ほんまね、あの中さんもよ、タクジーさんもみんなでやりたいね。高橋さんも、リック君も。高橋さん、お前中さん長いこと会ってないじゃん。うん、5年ほど前から。そうそうでしょ、みんなで集まってバーベキューやりますよ。田んぼやったら場所あるもんね。田んぼでも、阿公でも、どこでも大阪の方やられたら、もう行かないから、ね、淀川多いよね。一回行っちゃったんちゃう。なんか昔あるよ、淀川やったね。親さん、親さん行ったんちゃう、淀川。行きましたよね。ね、淀川って大阪でしょ。大阪、淀川。バーベキューやりたいな。バーベキューやりましょう、またみんなで。みんなで。で、まあ、X であげて、来たい人は来てもらったら、うん、この周辺の、ナオトさんファンとか、自分のファンは、親さんファンとか。自分のファンはおらへんと思う。親さんのファンはおるじゃないですか。アラちゃんとか、アラちゃんと、何よね。3人兄弟ぐらいおるんやろか。アラちゃん、すみません。名前使っちゃいました。アラちゃんファンね、うん、サンダで会うたもんね。そうそう。いきなり名前言われた時びっくりしたね。うん、とか、いるんでね。なんか来た、あと、まあ、この間、サンダで来とっちゃった女の人らとかね。あの、子供さんが、ね。そうそう、うん。来たい人は来てもうて、みんな。バーベキューできたらいいなと。したいね。思ってます。ね。まあ、どっかバーベキュー場借りてもいいし。来られてあるからね。あるね、あるね。うん。上郡の方も羅漢の里よくあるしね。そうそうそう。一回しか行ったことないけど。うん、結構ええと。一回そんなんしたいですね。みんな。やりたい。ね。お酒飲めへんけどね。まあ、それはノンアルコールで。飲んだらもう、赤い。飲んだナオトさんも見てみたいけど。自分ね、アコー弁がもう。飲んだらね、すごい喋る。で、これで頭痛くなって、もう寝てもとる。静かやなと思ったら寝とると。寝てる。よくあるあるパターンやね。そうそう、ちょっとぐらいと飲めるんやけどね。うん、それ以上飲んだらもうすぐもう、マーライオンになってしまうから。あの、アコーとか、カキのとこ行ったらバーベキューできるんじゃん。あ、夏はないんだけど。どうやったかな。ね、岬あったんかな、ね、分からへん。丸山海岸はできると思う、ね、なんとなく記憶がある。子供の頃カキとか、そう、魚とかいろいろ買って釣りできるからね、うん、釣りながら、おやすさん釣っといてもらって横で直人さん焼いてくれて僕食べると。自分砂漠を食らいてきますね。まあ、そんなもちょっと計画したいなと、ね、やりたいな思ってます、ね、みんなでね、楽しくね、うん、まあ、見てもらってて、来たい方は。まあ、やるとしたらまたいくつでもね、ね。まあ、また載せますんで。まあ、さすがに、一人何ぼか思いますけどね。ね、予算かかるんでね。やってみたい、ね。うん、一人何ぼでって、いくつで載せれたらいいなと思ってます。みんなでできるとね。うん。どうですか、会長。そう、こんなもんで。グッドです。グッドいただきました。グッドいただきました。会長と何ですか？グッド、ナオトです。ナオトさんでいいですか？うん、会長の次は？何やろう。会長の次って何ですか？会社の役職やったら。いや、専務か。専務。社長や。社長や。社長や。社長専務。社長さん。社長。会長でしょ？会長。社長。社長さん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 。スナックで言われる言い方やね。そうそうそう。社長さん何飲む？そう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 。飲めへんけどね。プロテインやったら飲める。うん、プロテインプロテインで。プロテイン。うん。それでデザートにプロテインバーみたいな。で、僕はアルバイトです。アルバイト。ウェーターさん。はい。こう持ってくれね。こう持って。指でこう持つね。そう。そういうバカなこともできたらね、うん、まあそんなことも考えてますんで、ほんまできたらいいね。ね、ほんま中さんとかみんな来てほしいね。やっとコロナもね落ち着いてきたから、ね、そうそうそう、やっとマスクなしで楽しめる、ね、うん、時期が来たからね、うん、来たい人集まれいう感じで。どうする？100人ぐらい来たら100人ぐらい来たらね、えらいこっちゃね、材料ないで全員あの納屋の上に上がってもらうんで、100人乗っても大丈夫やつ、ね、それが椅子の代わりに置いてもらうんで ねあれどこやった？稲葉物置かね。そうそうそう、稲葉やね。稲葉。ビーズの稲葉さんではない、ね。あれは あっちの方がね。ビーズの稲葉さん来てほしいね。ね。まあ無理やけどね。まあそんな感じで、計画してます。してます。いつなるか分からない。分からないけど、計画してますというか、今考えただけねんけど、さ、ね、考えてたら、うん。いつかできたらいいなっていう、うんうん。ちょっとやりたいとか来たい人おったらね、コメントにね、くれたら、ほんまに計画するんで。今年中？
できればね、もう今から暖かくなる。真夏、暑いで。7、8、9、その3ヶ月の間に。3ヶ月の間に。できたらね、うん。いいかもしれないね。まあ、丹波か、赤穂か、どっかその間、淀川か。淀川はあかんかな。まあ、この辺、田舎の方がいいかもしれない、ね。田舎の方がやっぱね、賑やかにしてもね、うん、そう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 。怒られることないかもしれないね。うん、まあ、赤穂の辺やったら2つぐらい。知っとるからね、あれできるとこ、はい、じゃあ会長と社長さん、社長さん お願いします。了解です、はい、いつか動けるかわからへんけどね、忙しすぎるから、うん、社長さんも忙しいから、社長さん忙しい会長はドーンとしただけで、ね、社長さん今忙しすぎるからね、はい、仕事がハードすぎるんで、はい、なかなか動かれへんかもしれんけど、一応考えておきますね。はい、じゃあやりますんで、ぜひ。ほんまかどうかは知らんけどね、まあね、まあ、なるべくやる方向に持っていこうとは思ってますんで。ちょっと自信がないんで知らんけど入れた、うん、そう、やらへんだ、なんでやらへんだ言われるから、そうそうそう、一応。できるか、せえへんかまだ分からないんで。また、知らんけど、知らんけど、知らんけど入れとかな。一文字ずつ入れてもらうし、いらんけど。分かった。あくまで自信がないでね。うん、やりたいいう気持ちはある、ね。あるんで、まあ、ね、近場の高さんとか、そうそうそう、あの辺にまた聞いてみて。そうね、うん、リク君とか、タグティさんで。近場の人だけでもいいからね、うん、聞いてみて、なのでみんな行けるんやったら中さんに声かけます。一番忙しい中さんあちこち飛び回っとるから ね、まあ、そういうこともできたらいいよ ね、はい、ねせっかく繋がった、うん、だからほんまに来てほしい人おったら、うん、直人さんの会社の後輩君とかでも全然ね、後輩君も来てくれていいんやけど ね、いろいろ声かけるんやけどね、彼も忙しいみたいでね、うん、休みとかも。後輩君もね、自分の影響で中さんの動画見出してファンになったからね、はい、じゃあそんな、そうね、コツ上げたりしたもんね、そんなファンとか集まってね、わちゃわちゃしたいなと思います。じゃあ計画よろしくお願いいたします。了解です。はい、いつなるかわからんけど、まあ多分でも決めやろうと思ったらすぐ決めれるんでね、できると思うからね、うん、人数さえわかれば、そうそうそう、まあ、社長さんも頑張ってみます。はい、じゃあお願いします。え、僕は連絡係、またみんなに、みんなに来回覧板回さなかん、それが一番しんどいかもしれない ね、まあ適当できるように、まあ、また LINE 送っておきます。みんなに頑張って、はい、考えてみます。はい、まあその他の人も来たい人は DM ください。そうそうそう、うん、Twitter でも X でもインスタでもコメントでもいいんで、来たいという方は言ってください。何集まるやろね、ね、まあみんな、みんなで楽しくしたいね。コロナも収まったことやし。やっとね、普通の日常に戻りようからね。ね。まあそう、もうあの、僕らはほんまに楽しくしたい感じやから。ただそう、楽しい。そう、楽しいことがしたい。わちゃわちゃしたいだけなんで。ね。もうね、暗い時代は終わったからね。ね。明るくいかんとね。はい。ね、会長。そうですね。会場ふっと。会場ちょっと油断しとったね、今。油断しとった。横目で見えとったから、油断しとんな思ってパッと振ってんけど。疲れとんかな思って、暑さで。うん、暑さで。暑いまでございます。会長、明日また草刈り戦なんからね。そうです。麦わら帽子かぶって。そうそう。熱中症ならんようにね。はい。まあ、そんなことなんで。明日何曜日でしたっけ？明日日曜日です。日曜日ね。じゃあ、これまた動画一本で使わせてもらいます。どんどん使ってもらったら、ね、一週間分作ろうとしとる僕忙しかったよね、作られへんもんね、そう、そこまで作られへんぞ、僕の時間も遅くなって、10時とかだと、ね、そうそう、遅くなったら回らないですよね、逆に出とうからね、夜中上げてもね、うん、なんで楽しみにしておいてください。では本舗ひろろと直人さんで丹波のおやすさん、現場からお送りいたしました。ポチッとな